ライター、ひろしさん。いやー、1万円ご入金おめでとうございます。はい。いや、これいいんじゃないですか。うん、日で。うん。まあ、だからなんかね、みんなかっこつけてるんですよね <laughs>。僕からするとみんなかっこつけてるなと思うんですけど、別にかっこつけてもいいんですけど、かっこつけることが目的なのかって話で、お金を稼ぐことが目的でネットビジネス始めるのに、なんかかっこつけることが目的になっちゃってる人が非常に多いかなと思うんですよね。 だぶっちゃけここの,あの同性愛のところはめちゃめちゃ実は穴場なんですよね。実はその億万長者合宿で久保さんとこうお話ね、あ、そうそう、久保さんがそのサイトアフリエートで稼いでた話をね、確か億万長者合宿参加者の方がなんか休憩中か、飯食ってる時だったかな。久保さん、そのサイトアフリエートで、 あのどうやったらそんな稼げてたんですかみたいな。まあ、量産っていうのもあったんですけど、その量産していく中で一番結果が出たのが、一番では何かったかな、まあ。まあまあうまくいったのが、その同性愛の関連するやつですね。うーんって言ってましたけどね。だからニッチじゃないですか。うーん。だからそのある、だから僕ね、昔その、 あの5、6年、7年前、8年前ぐらいですかね、8年前ぐらいに、そのインタビュー、1億円稼いだ人にインタビューしたことがあるんですけど、それが何,何で1億円稼いだかっていうと、うん、その、なんだ、あの、なんだ、あの名前なんていうのかな、あの、まあ、ちょっとあの、うんこびしゃびしゃな感じあるじゃないですか、ジャンル的に <laughs>、うんこびしゃびしゃみたいな。 そうあ,れあ,れあれの専門ですね。あれの専門ビデオを売っていて1億円稼いだっていう。でなんか会員数が5000人ぐらいいたらしいですね。だから全国の中にはそのうんこファンがいるっていう。うん、でしかもそのニッチなんで2万とか3万で売ってたらしいですけどねビデオ。うんどうすかね。まあ確かにまあはたから見るとうん。 どうななのって話じゃないですかでも結論言うと僕から言うとお金に色はないんですよ <laughs> お金に本当に色はなくて別にそ,のそれが好きっていう人がいるわけじゃないですかだから例えば僕ね高橋がなりさんにこの前その今年ねあの東京でそのうソフトオンデマンドアダルト DVD で年収100億売って、まあ、創業したがなりさんとマネーの虎に出てたがなりさんと直接お会いしてきたんですけど やっぱそのガナリさんが好きというかなんか,なんか引っかかるのが要は、世間、まあ、ガナリさんも言ってるんですけどたかが、ね、アダルト DV アダルト屋がね年収100億だって俺は大したことないともう銀行からもなんか借り入れできないしどこもなんかその表面上、うん、無理だとだけど、まあ、ガナリさんね自分の好きな人生送ってるんですよ。 だから今なんか、ほんとね、めちゃめちゃ金あの人持ってるんですよね。もうなんかね、家に5、6億円、なんか、もうだからもう、もう一生もう飯食っていけるぐらいのなんか金はもう残してる。ああ家族に。家族に。で、5億円か6億円か家族に残してるんですよ。俺が死んでもこれ使えみたいな。で、あだから自由にさせてくれみたいな。<laughs> どうすかね <laughs>。めちゃめちゃ自由にやってますよ、あの人 <laughs>。なんかそのソフトフォンデンバンドのね、ビルの。 上でね、いや俺はこれやりたかったんだよみたいなねじじいのじじいの独り言だみたいなねなんか秘書の人がいて秘書の人も結構なんか年配の人で「はいはい」みたいな感じでなんか <laughs> もう2時間ぐらいねあのおじさんのおじ,おじい様のねこのなんかあの熱弁をずっと聞いててああすごい人ねみたいな聞いてましたけど <laughs> まあ自由にやってますようんでもじゃあ高橋がなりさんが世間体を気にしてたら多分あの人生は送れないんですよね なんかいろいろな話があるんですけど、なんか、んか僕自身もなんだろうな、あのー、情報商材屋ですよ。うん。あのー、大した変わんないですよ。大した変わんないっていうか、アダルト DVD より、その、なんだ、多分、世間一般にどうなんですかね、クソ情報商材屋が偉そうに言うなとか <laughs>、なんか情報商材屋詐欺だとか、たぶ指さされるような仕事じゃないですか。 でねこれ高橋がなりさんも言ってたんですけどあの高橋がなりさんってその,、まあね、あのアダルト DVD を売りまくってね、まあ、その財を成し遂げたわけなんですけどその後国立ファームっていうのを立ち上げて農業に行ったわけですよでねそこで、ね、なんかがなりさんがすげえ感じたのがなんかその農家に行くたびに「がなりさんいつもお世話になっております」みたいな <laughs> な,んかそのなんかおじさんとかに「がなりさんお世話になっております」みたいな。 何,何かっていうと DVD、まあ、とかねソフトオンデマンドの作ったアダルトのやつを見てあのお世話に毎日お世話になってるみたいな感じで「お世話になってますガナリさん」みたいなねでそのガナリさんがそれをね毎回毎回聞,く聞いてあ俺いいことしてたんだなみたいな <laughs> っていうなんか、えー、ことも言ってましたね毎回行くと「お世話になってます」みたいなねだから僕もそうなんですよ 旗からら見たらね、情報商材屋で詐欺野郎かもしれないですけど、吉谷さんのおかげで人生変わりましたっていう人がやっぱいてくれてるので、まあそういう人がいればそれでいいかなっていう、周りがどうのこうのじゃなくて、あの、まあそういうふうに言ってもらえればそれでいいわけじゃないですか。うん。まあ、周り関係ないし、なこれ、ここに関しても考え方次第ですよ、本当に。どう考えるのかっていう。その同性愛の方に対しての提供。 って考えれば情報提供って考えるんであるならば、うん、それはいいことだし、うん、まあ本当考え方一つかなと僕は思いますけどね。うん、はい。頑張ってください。まああとですね、あの、えっ、ー、と別でメッセージいただいてる件に関してはメールの方で記載しておきますので、ご確認いただければなと思います。頑張ってください。では。